当時1歳の長男の背中を蹴り頭を床に打ち付けて死亡させたとして、20歳の母親が傷害致死などの疑いで逮捕されました。傷害致死の疑いで逮捕されたのは、住所不定、自称風俗店従業員の女、20です。女は去年10月、栃木県毛歌市の当時住んでいた自宅で、1歳だった長男の背中を足で蹴り、 その反動で前に転倒させて頭を床に打ちつけ死亡させた疑いが持たれています。警察によりますと、一緒に暮らしていた夫22と女の2人が長男を病院に連れて行き、病院側が虐待の疑いのある患者がいる、などと警察に通報したということです。長男はおよそ1ヶ月後に脳の損傷によって死亡しました。取り調べに対し、 女は蹴っただけでは死なないなどと容疑を一部否認しているということです女は事件当時19歳で夫と長男の3人暮らしだったということですまた夫も事件が起きる1ヶ月前に長男の顔を殴ったとして暴行の疑いで今日逮捕されました取り調べに対し夫は殴ったことは間違いありませんと容疑を認めているということです 警察は両親による長男への日常的な虐待がなかったかなど捜査を進めています。